東ティモールディリ県ティモール島ディリディリはティモール島北東部に位置する東ティモールの首都で国内最大の都市ディリ県の県とディリ市街図1520年にポルトガル人の植民地として建設されたポルトガル領時代からディリ市内では多くのビルがあったが1999年に親インドネシアの民兵によりその多くが破壊されたインドネシア併合時代 ポルトガル語は禁止されていた。しかし、アベニダ・マレシャル・カルモナのようなポルトガルの通り名は、変わらず、インドネシアの単語ジャランがその名前の前に置かれた。モテイルのローマ・カトリック教会は、インドネシアの占領への抵抗のよりどころとなった。ディリー市にある聖マリア像ディリは1520年頃に、ポルトガル人によって植民された。そして、年に、 ポルトガル領ティモールの首都とした。太平洋戦争の間は日本に占領された。東ティモールは1975年11月28日にポルトガルから一方的に独立を宣言したが12月7日にインドネシア軍がディリに侵入した。そして1976年7月17日にインドネシアの27番目の州として東ティモールを併合した。 しかし、ゲリラ戦は、インドネシアと独立派の間で1975年から1999年まで続いた。その間、多くの死者や難民を出す悲しい時代が続いたが、1991年、ディリメッセージの報道機関による報道は、東ティモール独立運動の国際的な援助を呼び起こす一助となった。1999年に、東ティモールは、 国連監視下に置かれ、2002年5月20日に、東ティモール民主共和国として、正式に独立をしぎりはその首都となった。ポルトガル領、ティモール東ティモール、クライマットフルフォンデリー、インスルティモール、オリジナルサウンドトラックティモール、ベースラインクライメートミーンズフロムステーションズオール、オーバーザワールド、ドイチャベターニエンルシュド、2021年10月9日、閲覧。 ありがとうございます。